ラーメンよりうどん、うどん大好きうどん代表の私りんが全力でうどん屋さんを紹介しております。長かった戦いもとうとう終盤に差し掛かってまいりました。熊谷肉汁うどんスタンプラリー、参加店舗は全16店舗、本日14店舗目ということで早速行ってきます。さあ、本日のスタートは熊谷駅北口ロータリー。今日はバスに乗ってね、北の方へ行く予定なんですが、今25分、あと2分で来るわ。だいぶ時間ギリギリになっちゃった。ロータリーに沿って走ってファミマを左に曲がった先の奥の方の6番乗り場、バス来てんじゃない？あれでしょ、あ、メルマ送電前行き。間に合った。あぶね、無事乗り込みに成功。地図を見て、降りるのはこのバスの終点妻沼商店前。熊谷駅からこんな感じで参ります。道は単純、ひたすら県道341号太田熊谷線を北へ北へと走るだけ。バスで25分くらいかかんのかな。向かう途中で越えるこちらの川は利根川水系の一級河川福川。深谷市にある岡部町を起点としているんですって。のどかな場所だね。お待たせいたしました。次は終点妻沼商店前、妻沼商店前でございます。ありがとうございました。もう妻沼商店前着きました。ご参道です。くんの久々だな。そう、実はここに来るのは3度目。今から向かう元祖熊谷うどん福々さんのうどんがどうしても食べたくなって、去年の撮影の後にもう一回お伺いしてるんですよね。だから道はもう完璧よ。ここ昇殿山前交差点を右折して県道59号縁結び通りをまっすぐ歩いていきますよ。昇殿山はこっちね。ということでですね、地図を見て妻沼商店前バス停から元祖熊谷うどん福々さんまでこんな感じで歩いていきます。10分くらいで着くのかな。天気もいいし、せっかくだから帰りに商店様寄ろうかね。循環バスもあんの？商店山南入り口、本数この通り1日に4本、現在時刻はジャストぐらいっしょ。11時ジャストだ。はい。大根。あったあった、あの看板。右側に突如として現れる、つるつる頭の男性が書かれた看板。ここよ、ここ。やっと着いたで。じゃ、ん？俺に？あ、こんにちは。こんにちは。あ、ありがとうございます。私もたまたま通ったら、歩いてるの分かって。あ、そうなんですね。もううどんこさんが紹介した店も何店舗も回ってて。いや、すごい。はい、めっちゃうどん好きっすね。ありがとうございます。いや、でも、うどんこさんの動画を見て、そう、うどんが結構好きになって、気になるようになって。嬉しい。はい、今まで、そのもう、肉汁うどんとかってあんまり食ってなかったんですけど。はい、あれですか、埼玉の方ですか？あ、違うんですよ。神奈川からこっちに結婚して、引っ越してきて、肉汁うどんって習慣がなかったんですけど。いや、他県の方知らないですよね。知らないですよ。いや、本当にそうなんですよ。群馬行って、うどん屋に入ったんですよ。そしたら、肉汁うどんあんのかなと思って見てたら、ないんだ。私も埼玉育ちなんで、当たり前のようにあると思ったら、どこにもなくて、驚きました。すいません。いやいやいや。写真だけ撮らせて。全然全然。はい、すいません、ありがとうございます。ああ、これからなんですね。じゃあすいません、頑張ってください。ありがとうございます。すごい出会いだよね。驚いたー。県道59号、縁結び通り沿いの、この建物の1階にあります。一応11時から午後6時までの営業となっていますが、麺がなくなり次第の終了なので、気持ち早めに行った方がいいかも。さあさあ、うどんが待ってるぞー。はい、福島さん。これめっちゃ店主に似てんだよね。この看板見るだけでテンション上がるわ。ほんじゃあ元祖熊谷うどん福々さん、お邪魔します。お久しぶりです。店主の福島さんと久しぶりの再会、嬉しいな。福々さんは食券制になります。肉汁、から肉汁、カレー汁、大きさは並中大特盛の4種類ね。きのこ汁、肉玉汁、肉きのこ汁、異彩を放つ松坂牛肉うどんは要予約となります。この福々うどんってのは豚肉が2人前、満腹は3人前ね。下の方に煮込みうどんとカレー煮込みうどん、魅力的なメニューだこと。まあでも今日は食べるもの決まってますよ。肉汁うどんマジでうまいから。はい、じゃあこちらでお願いします。さあ席に座って水を飲んで一息ついて、福々さんは通販もやっているので生うどんを取り寄せ、お家で茹でて食べることもできます。左は爪楊枝、右は唐辛子ね。卓上に置いてある福島さんのこだわりが詰まったファイルには原産地を証明する書類がぎっしり。これは唐辛子の書類だね。あと初めて来た時も驚いたけど、割り箸の製造も熊谷市内ってすごくない？でもって今座ってる丸タイスも埼玉県産の杉材を使っているというこだわり。この感じなんで、もちろん壁には本日の産地情報が記載されています。どこまでも誠実な姿勢に惚れ惚れするね。厨房の前には冷水、京都産宇治茶と最後つゆを割るためのお湯が入ったポット、セルフになります。この洗練された空間が居心地いいんだわ。昼にかけてバンバンお客さん入ってくるだろうね。お待たせしました。ありがとうございます。中盛りです。こちらが元祖熊谷うどん福々さんの定番メニュー、肉汁うどん940円、麺の量は中盛り 500g になります。この麺よ、この麺、艶がすごいの。器の中で踊ってる。このデコボコとした質感が食欲そそるのよね。出汁香るつゆにはドーンと深谷産彩の国黒豚の極上豚バラ肉が鎮座。とんでもねえよ。ではいただいてまいりましょう。前端ぐるぐるーっと宝石みてえに輝く麺を引き上げて、どうですか。熊谷産綾光を 100% 使用した店主渾身の平打ち麺。まずは麺だけで。もうね、麺だけでバクバクいけちゃうんですが、これをつける肉汁がまた絶品なのよ。贅沢なでっかい豚肉に加えて、トロトロの長ネギと一緒に。豚肉やわらけーで甘いなー。いつまでも噛んでいたくなるようなムチムチ食感、だしのうまみも半端ないね。ありがとうございます。真っ昼間に近づくにつれ、続々とお客さんがご来店。またこの刻みネギが細かく刻まれてて、麺によーく絡むのよ。具材に負けじとこのつゆがうめんだ。優しい味わいがしみるね。完全無添加ならではの上品さとすっきり感、体が喜んでるわ。福々麺の食感をダイレクトに存分に味わうことのできる一反もめの部位に加えて、この豚肉、白い脂身が見るからに甘そう。思い切ってうわー、噛めば噛むほど今世紀最大の旨味が押し寄せる。反則級だべ。味がしっかりとしていながら、やっぱどこか優しいんだよね。全力で麺の表面はニュルッと口当たりがよく、非常にすすりやすい。こだわりの七味をファサファサっと麺に振りかけて、辛みとの相性やいかに。残りの面もあとちょっと、器へ丁寧によそって一切の妥協を許さない店主の魂がこもったうどんだということが心にガツンと伝わってきます。うどんににじみ出てんのよ。さあさあ、もうつゆそんな量はないんだけど、せっかくなんでね、割って飲みましょうや。自分で器を持ってってポットでお湯を入れます。だし割りをお湯って書いてあるでしょ。他のうどん屋さんでつゆを割るって言ったら、まあそばやってなければうどんのゆでゆで割るのが一般的だとは思うんですが、お客さんの体を思い塩分を取りすぎないようにってんでお湯を提供しています。深いだしのうまみに豚肉の甘みがにじみ出てんだもん。そりゃうめえわな。ごちそうさまでした。何度食っても感動だね。やっぱふくふくさんうますぎるね。食べた瞬間に去年の記憶が戻ってきたわ。この感動はね、ふくふくさんでしか味わえないので、ぜひまだ行ったことない方は足を運んでみてください。また肉汁食べちゃったけど、肉汁以外もぜひ食べたいな。また次の機会を楽しみにしています。じゃあね、ちょっと正殿さんに寄って散歩して帰りたいと思います。手前から本殿、中殿、奥殿となっております。ほんと日光東照宮みたいだね、これ。あ、これ中入れんじゃん。わーい。わ、すごい。これすごいね。豪華絢爛。ああ、すげえ。国宝妻沼正殿山本殿です。はい、猿は木登りが上手で、すごかったわ。じゃあバスで帰ります。また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。バイバーイ。なんか静かだね。こんなでかいの。かわいいね。